レアードの打率がまた上がって4割6分7厘ホームラン3本。ランナースタート切った。強肩は若月、タッチはどうか、ストライク送球でした。ここはアウトになりました。和田康志郎です。ランナースタート、スタート悪くなかったですかね。そうですね、ストライク送球、ここに送球、これはアウトになっちゃうわ、ランナーがスタート、タッチはアウトです。キャッチャーの太田光、素晴らしい送球でした。あ、ここは西川の盗塁を防ぎました。ランナーがスタート切って空振り三振です。セカンドいい送球送られた。ここはキャッチャーの太田、素晴らしいセカンドへの送球でした。インコースのスタート空振り、若月いいボール、セーフ、いいボールが行きましたが、わずかにセーフ、盗塁成功。いい球振ったんですけどね。本当ですね、ものすごい振ってます、はい、ベースの上ワンバンド、足立もうまく取ってタッチ、ね、本当ですね、スライディングの足も速いですね、微妙なところですけど、足の入ってくるスピードが、さあどっちでしょうか。アウト、若月が刺した形になりました。シュートを今シーズンまだ盗塁決まらずです。盗塁成功率は 90% 超えています。ランナー走った、伊佐野、いいボールいった、タッチはどうか、タッチはアウト、シュート、ここは盗塁失敗、伏見が刺しました。いいボールでしたしね、はい、クイックも速かったですし、はい、このボールいい球いって、さあ、スタート切ってきました、盗塁成功になりました。さあもう一回見てみましょう。あとととおっとととととこれは立山さん、これも覆りますねそうですか、これはちょっと、ここできましたか。確かに、ね、何とかアウトになるの決めつけたような発言ですけど記録アウトになりました。7試合で17まで来ています。スタート切る、鳥は、あ、これはアウトになりました。そして安田も三振に倒れています。ここは三振ゲッツーというところ、リクエストはありません。8回まで4球目、ランナースタートを切る、海が送る、2塁、いいボールいった、タッチはどうか、盗塁成功。さあここはリクエスト、アングルからどうでしょう、天井のカメラ、ここでグラブが当たってます ね、当たっていればもうアウトということになるんですが、はい、アウトという判定に変わりました。海が和田を刺しています。